皆さんこんにちは。歌うヨギーニソプラノ歌手でヨガインストラクターの堀香織です。今日は呼吸法をやっていきたいと思います。先日ね、整体を受けた時にマスクをしているからこの肺の上の方がちょっと硬いんですよねって言われたんですよ。もうね、普段気をつけてるつもりだったのに、なので改めてちゃんと呼吸法というものは毎日意識してしないといけないんだなっていうことを思いましたので、皆さんにもまたお伝えしようと思いました。肺というのはね、意識しないとちゃんと動いてくれないので、呼吸法で動かしてあげること、とても大事ですね。呼吸をちゃんとしてあげると何がいいかっていうと、肺が全身に栄養を送ってあげますね。酸素とともに栄養を送ってあげますよね。そして免疫力が高まります。肺を鍛えると免疫力が上がるんです。それとともに心もとても穏やかになりますし、頭の中も落ち着きます。いいことばっかりなんですね。ですからぜひやってみましょう。で、今日やる呼吸は片鼻交互の呼吸法。この呼吸法は呼吸法の中でもね、一番素晴らしいって言われているものなんですね。使うのは右手親指と薬指だけです。親指で右の鼻孔をね、上から押さえて、薬指で左の鼻孔を上から押さえます。途中この親指と薬指で両鼻を塞いで息を止める時間というのを作りますね。まず左から3カウント吸いますね。で、6カウント止めます。6カウント吐きます。3吸って6止めて6吐く。これで1ラウンドで、これを3ラウンドやって、次から4カウントに増やします。その場合は4吸ったら8止めますね。倍ですね。8吐く。4吸って8止めて8吐く。こんな感じでやっていきたいと思います。まずね、背筋軽く伸ばしますね。では右手準備しましょう。親指と薬指です。両鼻で一度息を吐きます。両鼻で吸って、右の鼻を上から押さえて左から吐きましょう。全部吐いて、ここからスタートです。では左から3カウント吸って、2、3、両鼻塞いで6数えますね。5、6、右から6吐きましょう。4、5、6、右から3吸って止めて6です。3、4、5、6、左から6です。4、5、6、もう一度3吸って止めて、3、4、5、6、右から6です。4、5、6、右から3吸って止めて、4、5、6、左から6吐きます。5、6。一旦手を膝の上に戻しましょう。両鼻でちょっと呼吸してみてください。どうでしょう。少しね、鼻の通りが良くなったなって感じませんか。これを3ラウンドやってみましょう。そして4に増やして3ラウンド。さあ、目を閉じられる方は閉じてみてくださいね。体感じながらやっていきます。では始めていきましょう。両鼻で息を吐きます。はい、両鼻でゆっくり吸いましょう。右の鼻孔を親指で押さえたら左から吐きます。お腹ね、緩めていきましょう。はい、では3吸いますよ。吸って3止めて6です。両鼻塞いでますよ。5、6、右から6吐きましょう。4、5、6、右から3吸って3止めて3、4、5、6、左から6、4、5、6、左から3吸って止めて4、5、6、右から6吐きましょう。4、5、6、右から3吸って止めて6です。4、5、6、左から6吐いて5、6、左から3吸って止めて4、5、6、右から6吐いて5、6、右から3吸って止めて、5、6、左から6吐いて、ゆっくり右手も膝の上に戻して、一旦両鼻で感じてみてください。呼吸の通り方どうでしょう。はい、では4に増やしてみますね。左から4吸って8止めて、右から8吐く。右から4吸って8止めて、左から8。こんな感じで3ラウンドやってみましょうね。では目を閉じて両鼻で息を吐きます。はい、両鼻で吸って右の鼻孔を親指で押さえて左から吐きましょう。全部吐き出します。吐き切ったところからスタートです。はい、では4吸いましょう。3、4、両鼻塞いで8です。ゆったりした呼吸でいいですよ。6、7、8、右から8吐きましょう。ゆったり長くです。6、7、8、右から4。無理なく吸って、止めて8です。4、5、6、7、8、左からゆったり吐いてみましょう。6、7、8、左から4吸って心地よく吸って止めます。4、5、6、7、8、右から8吐いて、6、7、8、右から4、3、4、止めて8、5、6、7、8、左から8吐いて、6、7、8、左から4、止めて、5、6、7、8、右から8。7、8、右から4。止めて。5、6、7、8、左から8。6、7、8、右手も膝の上に戻したら両鼻で呼吸してみてください。両鼻が通りやすくなって少し肺の動きがね感じられるようになってるといいなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日呼吸をお伝えしました。日常の中でもできますし、手を使わなくてもイメージだけでもねできますので、電車の中とかね、乗り物の中とか、あとお仕事の合間とかリフレッシュにもなります。ちょっと眠くなったりする場合もありますが、それだけリラックスできるということでね、ぜひやってみてくださいね。意識して呼吸することが大事です。肺をしっかり動かして元気になっていきましょう。このチャンネルでは歌にいいヨガとかストレッチ、そして歌の動画、歌のレッスン動画などね、いろいろねやっていますので、ぜひまたご覧ください。はい、それではまたお会いしましょう。